今日は中継がつながっています。夏休みに屋内で親子で楽しめる展覧会が先月から金沢21世紀美術館で開かれています。モズアートワーク小さな秘密の世界、会場には近藤アナウンサーが行っています。近藤さん、はい、皆さん小さな秘密の世界へようこそ。あれ、どういうこと？私は今なんとコンセントの隣に立っているんです。びっくり。そう、はい、まるで小さな小人になったような気分になれるこちらのフォトスポットなんですが、はい、こちらは先月から開催されているモズアートワーク小さな秘密の世界。こちらではおよそ60点ほどのミニチュア作品が展示されています。さあ早速中の方をご覧いただきましょう、はい、まず現れるのはミニチュアのこれお部屋なんです。中にはベッド、そして勉強机、あとですね、手前の棚の中にありますのはプラモデルの箱。すごくリアルですよね。はい、本当にここに展示されている作品はすべて東京出身のアーティストモズこと水越清貴さんが16歳から現在までの9年間に手掛けた作品なんです。さあそして続きましてこちら、こちらはミニチュアの教室、はい、すごい。水越さんが高校3年生のおよそ半年間をかけて制作したこちらのミニチュア、すっごくリアルですよね。これ机と椅子、はい、微妙に違います。机の上には本当だ、ちょっとずつ違いますね。本当ですね。そのあたりも本当にリアルに細かく再現されているんですよ。さあまだまだいきますよ。続きまして場所を変えまして、小さな小人シリーズをご紹介します。小人シリーズ、さあ、あの最初にもありましたように、すべての作品にコンセントが横についているんですよね。コンセント、こちらは小人の旅館。いや、旅館でよく見る光景ですよね。不思議。さあここで、ではモズさんの制作風景とあとインタビューをご覧いただきます。連日多くの家族連れでにぎわうこの展覧会、間近でミニチュア作品を撮影することもでき、来場者は思い思いに楽しんでいます。東京出身のモズこと水越清貴さんは現在25歳。高校生の時に自分の部屋をミニチュアで再現して注目されて以降、これまで様々な表現で話題作を次々と発表しています。その繊細で緻密な作品は国内外を問わず人気で、 SNS で数多くのフォロワーを獲得している人気アーティストです。僕の作品を画像とか動画で見たことあるって方はいらっしゃると思うんですけども、やっぱりそのミニチュアは生で見るのが一番小ささとかが伝わっていいので、写真とかを撮っていただくのは大丈夫なんですけども、やっぱり肉眼でいっぱい見ていただきたいなと、そういうふうに思ってます。さあこちらは小人のベランダ。先ほどの動画をご覧いただきますと、もういかに細かい作業をしているのかということがよく分かりましたよね。本当に。さあモズさんのこの作品はすべていろんなところにユーモアが詰まっているんですよ。こちらの作品をご覧ください。こちらは小人の床の間。注目していただきたいのはこの床の間の掛け軸です。七転び八起きならぬ七転び屋根、八根と書いてるんですよね、はい、これすごく面白いですよね。ユニーク。いや他にもまだまだご紹介したいところなんですがどんどんいきますよ、はい、ご覧ください。あるんですね。こちら奥の方には壁一面、モズさんに向けてここに訪れた人々が書き残していたメッセージがずらーっと残っているんですよ。すでにもういっぱい書かれていますね。特にあこちら、はい、モズさんは神だと再認識しました。他にも小人になったような気分になれました、想像すると面白くて楽しかったといういろんなコメントが寄せられています。そして私も残しましたよ。あ、なんて書いたんですか。夏休みの自由研究前に来たかった。あ、でも本当わかります。そんな感じですよね。ねはい、本当にそうなんですよ。さあ、こちら
この展覧会は金沢21世紀美術館で今月26日まで開かれています。ぜひ夏休みの自由研究前にもぴったりなので家族みんなでお越しください。